源田の守備範囲が意味不明すぎる。侍ジャパン源田壮亮内野手がたまらん守備で投手陣を盛り立てる。中堅ヌートバーとの連携面も6日オリックス戦後に野球をやっていれば、自然とコミュニケーションを取るのは問題ない。打撃でも上位打線につなぐ職人肌の遊撃の源さんが攻守でチームの土台を支える。さすがだ。坂本や今宮などとは違った上手さが源田にはあるからな。なおかつ、足も使えるし。源田選手が取ってアウトにしてるってすごいな。ショートはスター選手多いのでもろもろ意見あると思いますが、源田選手は守備で言えば GOAT ではないかと思っています。サンキュー源ちゃん。ええぞ、ええぞ。源田はさすがやな。源田岡本目障りよ。この打球は源田だからこそ見せれるプレーだよな。チャンネル登録よろしくお願いします。